日本戦後に韓国を追われ、韓国が15日に行われたプレミア12の日本戦に3対6で敗戦。宿命のライバル国同士の一戦を落とすと、同国の大手ネット掲示板では辛辣な評価が相次いだ。手に汗握る戦いとなった。まずは韓国が2回に日本の先発高橋から1点を奪い先制。ところが直後の守りで2点を奪われて逆転を許す。1対2で迎えた4回には高橋から同点ソロ、5回にはタイムリーヒットで勝ち越しに成功したが、またもや直後の守りで日本に2点を奪われて再度逆転を許した。結局7回にも2点を与えて3点差のまま終戦。熱量の高い韓国ファンの声援も虚しく、オープニングラウンド2敗目を喫した。序盤は一進一退の攻防を見せる激戦となったが、敗戦を受けて同国の大手ネット掲示板は大荒れ。プレミア12韓日戦の結果と大したスレッドが立つと、ただ単にレベル自体が小学生と大学生のレベル差だった。日本の2軍相手に3点も取れたら十分。日本代表チームにはメジャーリーガーが出ているのか。大谷は戦力調整した日本に負けたら本当に凄惨だぞ。次の WBC での日本はこれ以上に強くなるんだからな、など皮肉めいたコメントで溢れていた。韓国は日本しか見ていないけど、日本は世界を見ている。だからこういう結果になる。韓国がリードしていても今日は日本が勝ったなと思い、チャンネルを変えてトップガンを見てましたよ。 TBS がやたら韓国をライバルとか宿敵とか煽っていたが、もはやレベルの差は歴然としていますね。韓国は日本を異様に気にしてますが、正直野球では雲泥の差があると思います。韓国は野球だけじゃなく他のスポーツもレベルが低下している印象。知らんけど、韓国の野球は大嫌いだが、近年弱すぎてちょっとつまらないというのはあるな。日本が目指してるのは世界一です。サッカーもそうです。韓国ももっと温かい目で応援できないんでしょうかね。選手が萎縮していいプレーできませんよ。打力にあまり差は感じなかったけど、投手力が雲泥の差でしょ。勝敗に一喜一憂してしまうけど、とにかく楽しんで応援しようよ。